大変長らくお待たせいたしました。本日もファイプロ実況の時間がやってまいりました。さあ、ついに60回目となりました、ワールドマニアカップ。もうあと6回7回、これを含めて5、いやもうちょっとか、ぐらいですね。やっていきましょう。長谷博士対田村清の試合です。初めてご視聴いただく方ありがとうございます。この動画はファイアープロレスリングワールドの、Steam 版 PC 版ですねに、のコンピューター同士の対戦に実況をつけてああだこうだと遊んでいる動画でございます。もういや60回目ですよね。前回もお話ししましたけども、本日あの9月の3日でございまして、本日これをお聞きのもしくはご覧の皆さんは9月の6日だと思います。本日4本撮りという、40分ぐらいの動画ですからね、160分、2時間半ほど、やっているますけども、もうねここまで来たらもう逆切れじゃないですけどねもうやってやりますよっていう感じでね、喋りますけども、ついにもうね残りね各レスラー1試合、多分今日ね今日でもう最後ですっていうレスラーが出てくるはずです。で、D ブロック、まあこれ A ブロックなんですけども、D ブロック、あの ABCD ってことは言わない人なんで、 D と B が分かりづらい、そういう仕事じゃないな、仕事でよくそういうことを使ってたので、D というようにしてます。それが染みついてしまって申し訳ない。おじさんですね。 D ブロックで、1位通過が多分計算違いしてなかったら決まったはずです。のでね、まあその辺もそろそろだんだん決まって、ギリギリまで決まらないようにとずっとやってたんですけどね、決まってしまいましたと言った方がいいですかね、になりました。でそうなるとあれなんですよね、あれなんですって、実況としては最低な、誰が予想した、あ誰がリクエストしたレスラーが1位通過していくかっていう選手権もあるんですよね。で、D ブロックについてはスコット・ノートンが、1位通過したはず、18点で、トップのはずですので、真帆さんがリクエストしてくださったはずですね。真帆さんがワンポイントゲットということになるわけですね。もちろんこれで優勝したからといって、ポイントがいっぱい集まったからといって何もないですけどもね。ただまあリクエストしてくださった方がどれだけこうね活躍するかっていうのがありますよね。ただまあそうなると、もう優勝1位通過戦線にも残らず、最下位争いにも、関わらずだと面白みがないという声もありますけど、まあまあそう言わずにね楽しんで見ていただけたらと思うんですけどもね。さあ、というわけで、毎日恒例プロレス今日は何の日コーナーなんですけども、9.6、 これはですね今日は2003年、今は亡き WJ ですね、かつて長州力が、ど真ん中を走ろうとしたけども、すぐに横道にそれちゃったと。お金絡みはやっぱり大変ですね。2003年 9.6 WJ、で行われた金網総合格闘技 X1、 これ X1 って呼んでよかったんですかね、開催横浜文化体育館で長州力プロデュースとして開催。15歳の中島克彦が勝利、健介がクリスチャン・ウィリッシュに勝つも手を骨折、金網の固定が外れるなどハプニングもあったと。いわゆるズンドコ大会って言ったやつですね。WJ という、まあ団体があったんですよ。要は、長州力が、詳しくはね、長州力が新日にいたけども、結局そこは外れて、で、谷町って言って、お金出してくれる人ですね。お金出してくる人らにいっぱいお金出してもらって、団体を作って、で、いろんなレスラー集めて、そこにだから、喧騒がいたりとか、腰中がいたり、大森もいましたよね、八代明もいましたし、あと誰か忘れてる人もいそうな気もしたけど、
で、健介を口説き落とす。その時健介はまだ新日だったんですけども、ごま塩長島さんですね、が、長州力のブレーンとしていて、で、それはね、WJ がこう、なんか、こう、テレビで、あれ、なんやったろうな、テレビで、こう、中継じゃないな、こう、こういう長州力が団体を作るっていうことで、テレビが密着取材に、ついて、で、健介を口説き落とすのに、ごま塩長島さんが、ニューヨークマジソンスクエアガーデンに連れて行き、俺たちはここでやるぞという夢をこう語って、でそこにそこで、長州あじゃない、健介が長州力と一緒にやります、 WJ に入りますって言って、その場じゃなかったですけども、それがまあ殺し文句だったと。ところがそれがね、まあ縁の金の切れ目は縁の切れ目ではないですけども、結局健介たちはそこで長州に、最初はいいように言われてたって言い方はすごい悪いですけども、調子が良かったもののお金を使いすぎたというか、まあ長州はあまりお金のことに無頓着というか、長島さんの目からするとそういうのは全くもう考えずに、俺はリングの上だけやるんだとか、ああ長谷が買っちゃいましたね、そんな言ってる。長谷は WJ とはあんまり関わらなかったんでしょうね、そんな時ね。またその辺は僕も勉強不足なんで、長谷があっさり、あれでもこれで長谷16点、あ、まあ16点じゃもう無理なのかな、試合時間12分20秒腕しぎ逆十字固めで、長谷博が田村清からギブアップ、あ、ギブアップで、でも田村から1本取るっていうことは長谷もなかなかのもんですね、試合はほとんど見てませんでしたが後でまた見たいと思います。試合評価は 79% でした。 WJ のこと話し出したらね長くなってすいません。はい、では、B ブロックの方に参りましょう。マンモス鈴木対大森高雄でいきましょう。では試合開始です。何事もなかったかのように、ファイト。ほんとね、まあいっか、まあまあね、はい、何事もなかったかのように、ねそのさっきの、あ、この大森もね、大森 WJ にいたっけ、ちゃうかったっけ、大森は関係なかったし、で結局その WJ で最初は谷町の人がお金出してくれてたんですけど、そのお金は結局いろんなことに無計画に使ってしまってお金がなくなって、佐々木健介がお金を、長州力に渡したんですよね、なけなしのお金を。まだその時、子供がちっちゃくてもうミルク代も払えないぜっていう、本当か嘘かわからない話も残ってますけども、でもその300万円だか400万円かは結局長州があれは、会社に借りたもんだから俺じゃないよって言って、健介側は長州力にを信じてお金貸したのにとかっていう裁判にまでなりましたね。結局あのお金は返ってこなかったんじゃなかったでしたっけね。僕はねあれ読んだ覚えはない、読んだ覚えはないんですけども、そういうプロレスの裁判だけを集めた本っていうのがありますよね。あまりまあ、面白い話ではないからおすすめはしないですけど、僕はちょっと読みたいなと思ってるんですけどね。まあいつかどこかで手に入るかなとなんとなく思ってて、全然買おうとはしないんですけども、まあそういうのもあるという、まあということで WJ の話はその辺までにしておきましょう。さあこの対決、マンモス鈴木がもうちょっと点数を僕は伸ばすかと思っていたんですけどもね。まあまあごめんなさい、今ちょっと違うことをやってたんで、
黙ってしまいましたね。さあこの試合はでも大森がペースさえ握ればマンモス鈴木を打ち崩せると思うんですけども、あーこう、あー技、あー決まってますね。あーパワーボムまで決まった。5分経過の声と同時にパワーボム。マンモス鈴木はでもジャイアントじゃなかったっけ。マンモス鈴木もあの最初の方に作ったレスラーなので、いい加減っていう言い方は適切ではないですけども、ロジックはかなり適当と言ったら適当、やっぱ適当言ってしまってるな。マンモス鈴木と大森高雄が力比べというか技でいくと大森の方が多分上を行きそうな気がするんですよね。マンモス鈴木はどちらかというと、じっくりした技で攻めるような気がするんで、そこにペースに巻き込めないと、引き込めないとの方がいいかな。ああ大森がニールキックまで出して、この間そういえば高屋マニアに、大森高尾も当然出ていたんですよ。で、そのカードが大森と男色 D のが組んで、秋山とディック統合が組んだ試合なんですね。なんとなく、あ、うちの WMW でも再現できるなって言って思ってたんですけど、でよくこうというか、その高山を表す言葉でノーフィアって言うんですけど、ノーフィアを組んでたのはこの2人ですもんね。でも UWF のつながりである、まあまあ他もつながりがあるからか、鈴木みのると高山っていうこうタッグの方、タッグじゃないや、鈴木みのるがこう高山のためにって言って動いてることが多く見えますもんね。でも組んでたのはこの2人っていうイメージもあるんですけど、その辺どうなんですかね。かといって別に仲悪いわけじゃないでしょうしね、大森と高山がね。まあ、その辺は大森としてはこう鈴木みのるさんがやるんであれば僕は一歩引きますみたいな感じなんですかね。多分まあその辺はもうそんなこと言ってるあれじゃないやろうとかってなってるような気もしますね。さあ、お鈴木、同じ鈴木みのるじゃないよこれはね。マンモス鈴木がチョップでダメージを与えてちょっとペースを握り返したというところか、大森が大技は決めていたんですけども仕留めきれなかったというところですかね。鈴木、マンモス鈴木の方にターンが移ったみたいな感じ。さあこうなると大森は防戦一方になるのか、果たして持ち返すのか。あ、そうそう、あの喋ることがないんで、お話ししておきますけども、次期シリーズですね、前も言いましたっけ、次期シリーズはあのトーナメントを行うことにしました。でそのトーナメント自体にタイトルはかけないんですけども、トーナメントで優勝した、人レスラーがタイトルに挑戦できるというパターンですね。挑戦権ですね、だから言ったらね、挑戦権、そのアイデアを、挑戦権を獲得、トーナメントっていう形ですね。でまあ当然毎回のようにテーマがありますので、今回もテーマを決めて、おお決めた、テーマを決めてるいたら大森が試合を決めましたね。全然うまくないですけど14分早いですね。まあまあでも大森
順調に攻めていましたからね。消化試合ではありますが、試合時間14分11秒逆エビ固めで大森高尾がマンモス鈴木からギブアップを奪ってみせた試合でした。試合評価は 87%。 ちょっとまあいっか、もういきましょう。失礼。あ、もうさすがに、ね、これはこの試合でいきます。 C ブロック、第3試合ですね。ラーパルカ対山崎和夫。これね、ラーパルカが残り2試合両方勝てば17点でマンモス佐々木に並ぶ可能性があるという試合なんですよ。それを忘れてたんですよね。だからこれ勝てば喧騒に並ぶんです。ただ残り試合数で言うとっていうことなんですね。まあまあ、何でしたっけ、もうなんかグダグダやもん。まあいっか、いつものことですからね。はい、行きましょう。ラパルカ対山崎和夫です。では試合開始です。まあそらね、もう40分のこれで4セット目ですからね。でも聞いてる方には関係ないことですからね、すいません。はい、頑張ります。さあ、山崎和夫はね、7点だから、まあまあこれ、やっぱりね、山崎和夫に限らず有形のレスラーは有同士の戦いを想定して、再現したっていうのがちょっとあるんですよね。だから例えば山崎和夫と田村清が戦ったら、お互い譲らない一進一退の攻防が見れる。まあまあ、何を言ってるかというと、パラメーターが打撃、お互い打撃には強い攻守ともね、っていうパラメーターを組むんですけども、 U 系のレスラーは当然UWF 系ですよね。空中殺法とかには弱いというパラメーターになりやすいんですよね。そうしないといけないっていうのが出てきますよね。だからその相性が悪いと勝てないっていうのがどうしてもここに出てきている。で、ところがじゃあこのラーパルカとかもそうなんですけども、じゃあ今度ラーパルカはみたいなレスラーは、ルチャリブレ系のレスラーは、空中殺法には強いけども打撃には弱いのかというと、パンチとかはルチャリブレの技でも出てくるのでちょっとだけ強いんですね。ここが多分 UK が弱いっていう風になるですよね。だからサブミッションとかも突き抜けた方が、突き抜けたら勝てるんでしょうけどね。このロープワークとかも多分 UK ではこう、なんていうんですか、想定してないじゃないですけども、対応はあまりできないという裏設定じゃないですけどね、っていうことで言うと、ロープワークで繰り出される瞬発力系の空中サポートなんかは当たったらダメージがめちゃ食らってしまう、対応できないのが有形のレスラーという、こういう技ですね。こういう技を食らうとかなり効くというのが有形の宿命というか、しょうがないですよね。うわー、これもきつい。山ちゃん頑張れ。ラーパルカがこれは完全にペースを握りましたが、山ちゃんもキックでなんとか、こういう技でサブミッションでなんとかこう、もう取り返すしかないんですよね。うわ余裕持て遊ぶかのように踊られる山ちゃん。もうこれは完全にペースとしてはラーパルカがペースを握りましたね。もう試合の主導権を握られてしまった山ちゃん。おお、いきなりどうだ。おお、カウント 2.9。 山ちゃんなんとか1で返した。この技持ってるのね、この技って片翼の天使、
今皆さんがご存知なのはラーパルカしかいないかな。いやもう一人ぐらいいたかな。かなり確率は低く、ケニーオメガがするだけのための技と今思ってたんで。ところがね、あれね、もう一人いるんですよ。あの葛西がね、この間使ったみたいです。また今度葛西が出場するとき、お披露目するときにはその話をしようと思いますけどね。葛西が先にケニーオメガがツイッターか何かでちょっと待ってください。これツイッターか何かで葛西の名前を出したんですよね。あの次のチャレンジャーは誰でも来いと、あれならもう葛西でもいいよみたいなことを確か書いたんですよね。でそれを見た葛西がなんかの試合で誰かを相手に、まあまあもちろんケニーオメガじゃない相手に、片翼の天使で試合を決めたっていうのがあるんですよね。だから葛西としてはちゃんとアンサーを出したっていう、確かケニーが先のはずです。でそれを見た僕はちょうどその時タイミングよく葛西を、このリングで再現、 WMW のリングに再現していたので、片翼の天使を装備させたと。さあ和田良覚さんがぶつかって流血しましたが、このカバーは無効となりましたね。しかし攻撃の手を緩めない、ラーパルカ山崎、これは万事休すか、どうだ。うわー 2.9、 山ちゃんまだ頑張る。しかしもう虫の息と言ってもいいでしょう。さあまだ余裕がある。その余裕を楽しむラーパルカは踊ってからのラマヒソル、カウント 2.9。 山崎逆転はあるのか。さあキックでダメージを与えますが足は取らせてくれません。そう簡単にはいかない。さあフラフラのラーパルカですが、打撃ミドルキックと胸張り手、山崎がハイキック、ジャンピングハイキックでいきますが、これをラーパルカが綺麗に返す。そして丸め込む、ブレイクになるか、カウント入る、山崎どうだ、カウント2、まだ余裕があるか。カウント2ということは 2.9 までいかない分だけまだマシなのか。さあもう休ませる気はない、どうだ 2.9。 さあ山ちゃん何か打開策があるのか。バックに回ってバックドロップで返す。さあこのまま続けて攻撃ができないと、だがこれをラーパルカが返す。山崎和夫必殺技は膝固めのはず、それを嘲笑うかのように丸め込む、まだ 2.9。 ラーパルカも仕留められないということになってきましたね。さあ踊っている余裕は、まあ、時間的にはあるのだが、山崎この間に休憩をしているということもあり、まっすぐこれ飛びついて倒していく、そして丸め込む、どうだ、あービバメヒコ、ラーパルカがこれで勝って、まだつないでしまいましたね、ラーパルカがね。いやーラーパルカここまで強くなってるか。まあ全国の山崎ファンはかなり怒っておられるかもしれませんが、まあしょうがないですね。試合時間14分21秒、ラ・マヒソラルでラ・パルカが、試合評価 72% 勝ちました。山ちゃん残念。山ちゃん終わったんかな、まあいっか。はい、スティーブン、じゃあリーガルこれでいっか。ちょっと点数だけ見させてくださいね、ごめんなさい。マスクド西岡さんが8点とスティーブン・リーガルが9点。あ意外と似た者同士、スティーブン・リーガルもっと勝つと思ってんけどなという組み合わせです。じゃあ行きましょう、本日最後の試合です。はい、これどっちか、いや両方とも残り2試合やったかな。スティーブン・リーガルももう1試合やったかもしれません。スティーブン・リーガルがもうちょっと勝つと思ったという理由が一応あるんですけども、ちょっと黙りますね。スティーブン・リーガルとしては、器用貧乏タイプなんでしょうね。結局ね、腕をこう取って
ペースを握って試合作っていくという面もありながら、膝蹴りとかっていうダメージを与える技もありますしね。それはまあしょうがないかな。さあマスクド西岡としてはこれを買って、これ買ったらスティーブン・リーガルも上行けますからね。でも中途半端やな。何回か前にこの YouTube がなんて言うんですか職場で見バレしてる、バレてるっていうのを話したと思うんですけども、このマスクド西岡の肉体を見て、それを見た、若いスタッフの方が西岡さんうまく作ってますよねって言ってくれました。褒め言葉と取るのか、太ってますよねっていうのを遠回しに言われてるのかわからない僕はただただ苦笑いするだけでした。以上マスクの西岡小話でした。まあでもねいいですよ。このなんていうんですかね、あのね昔からこの動画で多分何回も見たことあるんですけど、羊の皮をかぶった狼的な考え方が僕はすごい好きなんですよ、単純に。だからギャップがある方がいいよねって僕は勝手に思ってるんですけどね。だから太ってるけども動きが俊敏だとか、かっこ悪いのにすごいこう勉強ができるとか、それは別かな、また関係ないか。なんかできなさそうなのにできる、見た目で判断をまず絶対人間って最初にファーストインプレッションは見た目ですから、その見た目から想像できないことをするっていうのが、いいんですよ。だからプロレスラーでも名前何やったっけな、ポチョムキンじゃなくてね、あのねメキシコのレスラーで兄弟で、めちゃめちゃ太ってるんですけども動きがめっちゃいいっていうレスラーがいたんですよ。もう多分引退されてると思います。あ、全然その一文字も出てこないですね。ラじゃない、これで分かる人はすごいですね。ロングタイツめちゃめちゃお腹出てるんですよ。日本にも何度も来てますけどね、あのユニバーサルとかにも多分来てたような気がするんですよね。ラソンブラ、なんかそんな名前やった気がする。違ったらごめんなさい。ああいうタイプのレスラーが僕は個人的にすごい好きなんですよね。だから見た目と同じ動きするレスラーは別に嫌いじゃないんですけども、見た目はできなさそうなのにできるレスラーの方が、もっとすごい好きっていう感じですかね。今で言ったら誰がいるんやろうな。矢野トールなんかだからある意味そういうあれ言ったらダメですけど、あの人は多分本当はレスリング上手いですよね。飯塚さんはもともとレスリング上手いところから始まってるっていうのもあるからな。矢野徹なんて本当はきちんとしたレスリングすればうまいのに、ああいうおふざけ的な動きをわざと演じてるとしたら、それはそれでテクニシャンなんですよね。お腹もブヨブヨしてますしね。だから棚橋とかは体が鍛えられてる、イブシとかもそうですよね。だからあれで動きがいいのは当たり前なんですよね。あれで動きが下手だったらもう最悪なんですけども、その逆マイナスの方のギャップはね、あんまり好かれることはないでしょうからね。まあそういう意味で意外と太ってるけど泳ぐのが早いとか動けるとかねっていうのになりたかったんですけど、まあまあ実際はねその夢をここで叶えたかったんですけども、この点数では叶わなかったというところでしょうかね。これは牛殺しが決まって必殺の
ダイビングエルボードロップホールド、ダイビングじゃないや、ランニングや。カウント 2.9。 さあちょっと面白い試合になってきましたね。まだ試合時間は11分、余裕がありますが、あーこれはイーグランドストレッチ、リーガルストレッチか。マスクの西岡、ここでダブルアーム DDT ですね。体重をしっかりかけてカバー、どうだ、スティーブン・リーガルもやっぱり粘ります。さあ粘るスティーブン・リーガル、裏投げ、これは効いたぞ。でそのままバックを取りますが、取り返してタイガースープレックスホールド、これは腰に負担がかかる。あーカウント 2.9。 一進一退。さあここまで来て、あーどうだ、これはどうだ、胸の部分が完全に顔に乗っかっていますが、なんとかこれはスティーブン・リーガルが耐えた。いやーブレンバスターじゃない、喉輪落としですねこれね。喉輪落としでいきましたが、なんとか耐えて、スピリコドライバーでしたっけね。さあカバーどうだ、返せるか。カウント 2.9。 お互いもう同じ技ですが、我慢比べみたいな感じになってきましたね。さあちょっと力が入ってきた。さあどうだ、ロープに行って落として、カバーじゃない、うわー決めた、やりまやっぱり自分が勝つと嬉しいもんですねいやマスクドにしようか、結構頑張ってるじゃないですか。さあ試合時間14分33秒、ドラゴンスリーパー、ですね。でマスクの西岡がスティーブン・リーガルからスリーカウントを奪いましたね。はい、というわけでランキング表を見て終わりにしましょう。ちょっと B ブロックドタバタしましたけども、もうどうなるか分かりません。今日はこれが長谷が勝ったんですね。長谷が勝って16点ですが、丸藤が19点なので、長谷の1位通過はもうない。この2人、丸藤と忍びのはずですね。はい、じゃあ次、あごめんなさい、 B ブロック、ポーゴが16点で現在トップですが、今日ポーゴの試合はやめました。鈴木、大森が今日勝ちましたね。が、何も変わらずというところでしょうか。ややこしいな。ややこしいな。ボツボツだと思います。C ブロックの方はラーパルカが勝って、これでラーパルカが上がってきましたね。ラーパルカもう一試合残してたはず。すぐ忘れる。ラーパルカはもう一試合残ってますね。残ってますので、マンモ佐々木に追いつくかもしれませんという話でしたね。前田明はもうダメでしたと。D ブロックの方は、マンスクド西岡が勝ちましたが、スコットノートンの1位通過は変わらずというところですね。はい、なんだか今日はもうぐちゃぐちゃでしたが、汗だくです。扇風機回してるんですけども、今日は汗だく、まあしょうがないですね。というわけで皆さんいかがお過ごしでしょうか。ちょっと最近は夜もひんやりしてまいりましたので、体調には気をつけていただいて、また次回、また言ってしまった、またまた置いてしまった、次回お会いしましょう。ではお別れです。ではまた。